はじめ竜電は、田中良樹の電気アクション小説、講談社ノベルス、やエンターテインメント、文庫から出版されているほか、これを原作とした OVA や漫画も制作されている。司会竜王の子孫であり転生した姿でもある四人兄弟が、現実の現代社会とは似て、非なるパラレルワールドを舞台として、人界や展開の悪と戦っていく物語。 田中の作品で現代の日本が舞台になった作品の中でもとりわけ社会に対する批判的な視点が文章の随所において時にシニカルに時にはかなり直接的に表現されているこの文中において言及されている内容は読者がモデルを類推できるものが多く受け入れ化する現代日本への警告を意図しているとの説もある第1巻が1987年8月に 刊行されて以降、年1から2冊のペースで刊行されていたが次第に減速し、11巻から13巻はほぼ3年に1冊のペースとなった。13巻が2003年6月に刊行されたのを最後に長らく続巻きは出ていなかった。未巻というわけではなく、続きを書く意思は作者にあるようで、2006年1月には作者がマネジメントを任せている。 ライトスタッフ社のブログで一度は、14巻が年内に執筆されると公式発表されたこともある。この撤回から約12年後となる2019年10月、第14巻が約16年ぶりに観光となった。そして14巻隊において2020年夏に、観光を予定している15巻での完結が予告されて、いたが、予定は2020年内に延期される。 15巻は12月に刊行され完結した。蒸気のような経緯で約30年以上続く刊行期間の結果、現実世界では昭和、平成、令和と三つの時代をまたいだ作品となったこともあり、時代設定も最初と後期では異なる。また、初期の巻ではソビエト連邦が存続している設定だったが、八巻では現実同様に年末に、 ソビート連邦の崩壊が起こった設定に変更されている。東京都中野区にて暴走府から受け継いだ洋館に住む4人兄弟。常人をはるかに上回る身体能力を持つが、彼ら自身は一市民として平穏な生活を望む。しかし、一族伝来の反骨心と家訓に従い、自身と家族を脅かす輩からには断固とした態度で、向かい合う。その身には、頂上の存在。 流種の地が流れており、その中でも流王たる一族、後家の117代目だと伝えられる。兄弟は全員1月17日生まれ、声優は CD ドラマ2の順。このうち、新起郎都市と銀月王電機は本編と直接の関係がない番外編。流王風雲録は古代中国を舞台とした過去の話になっている。カバー、サシイラストは、 新書が天野義孝文庫版ではクランプが描いている。キティフィルムと講段社の制作により、1991年から1993年に全12話の OVA として発売。その後富士テレビ他一部放送局にて全話が放送された。原作1から4巻に相当するが、ラストは原作と異なる。 スタッフ主題価格はリスト番外編である原作5巻想当分が1995年10月、原作1巻から4巻想当分が1996年10月から1997年6月に発売。前者と後者では発売元や声優などが異なる。レーベルは前者がアニメートフィルム、後者がキングレコードとなっている。銀河英雄伝説や アルスラーン戦記など、田中良樹作品を多数朗読化している。スマートフォンサイト、キクボンにて、朗読版が配信されている。朗読者は、下山義光であり、公式の朗読とされている。ありがとうございます。